いやー、皆様おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリコヨウです。ちょっとね、さっきから手が飛んでるけどね、VR チャットだからです。2020年度始まりました。が、社会情勢の関係上ね、結構皆様大変な思いされていらっしゃる方も結構いると思います。そんな中でもルミナスタジオはね、お家の中でも楽しめる北海道観光ですとかね、ビデオブログといった形で、相も変わらず進めさせていただきたいと思いますので、引き続きにルミナスタジオの、作品をよろしくお願いいたします。特に、今年度はね、ルミナスダイアリー10周年を控えてる、10月4日に控えてるんですけども、それに備えて、グリーンシーズンはね、なんていうか準備のシーズンになるかもしれません。というのも、ルミナスダイアリーはね、今年、ちょっとどころじゃないね、劇的に大きなアップデートを、控えておりますんでね。まあ、そういった予定もあります。夏頃かな？夏頃結構でかく進みと思いますが。まずはね、機材のアップデートをしようと思います。まずはね、手始めにね、三脚買っちゃったのよ。これまで、実はルミナスタジオ、細い三脚しかなかったんでね、結構仕事で収録するとき、ガタガタ動いて大変だったんですよ。でも今度はね、ちゃんとしたプロフェッショナル三脚を手に入れました。果たしてどんな三脚なんでしょう。まずはね、実写映像でね、アンボクシングレビューからご覧くださいませ。どうぞ。4月。ね、新生活を始める方もいらっしゃいます。俺は新生活というよりは新機材でございます。やっぱりさ、ね、新生活伴い装備をアップグレードするっていうのは重要なことよ。で、はい、ベルボンの三脚。俺はね、スリックでもなく、マンフロットでもなく、ベルボン派です。さて、今回手に入れましたのは、ベルボンのプロフェッショナルさん、俺の名前が映ってるよ。まあ、俺の名前はクラウドファンディングで公開するから別にいいんだけどさ。はい。見えるかな？そう。これだけ見ればわかんない。これだけ見てもわかんないよね。ベルボンのプロフェッショナル、まあ、なんだろう。フラッグシップ三脚。プロフェッショナルジオ V630 でございます。3段タイプの三脚ですね。楽しみですね。ああ、マシプリがカメラ機材だよ。でっか。でっかか。これは、なんだ。付属品だ。よいしょ。ここにシールだ。で、これが本体でっか。かいわー。やだー。もうでっかい。やだー。素晴らしい。最高じゃん。いいぞ、これ。やっぱ三脚って言ったらね、これだけ、ねえ、頑丈なのがいいんだよ。な。わー。いいねー。いいねー。興奮するね。俺がこれまで使ってた三脚は、同じベルボンのジオカルマーニュ E333M というもので、8年前に発売されたもんですね。今もうなくなってるんじゃないかな。今443、433、どっちだったっけ、はちょっと覚えてないですけどもね。この辺りの三脚があるんですけども、それと比べてこのね、630よな。でっかい。いいねー。これこそ三脚って感じだよ。美しいですねー。重いけど。こっちね、1キロぐらいなのに、これね、今回1.5キロぐらいはあるんですよ。まあ、それなりにね、しっかり頑丈だっていうのを、ね、信じておりますんで、ね。この三脚のポイントは、これまでのなんだろう、ラッチっていうのかな。まあ、要するに留め具が、なんだろう、回して外すタイプなんですよね。
これをねこうやって回すとはっはっはっ、あ、こっちが伸びるんだこっちだったんだそうかそうかそうこうやって伸びるんですよ。で回して固定する、元に戻す時も回して取って入れる、これだけで OK。 右に回して取ってこうやって伸ばす。だからなんだろう、手痛めないですね挟んでいてっていうようなことはないんじゃないかなと思います。いやー太い、いいね、この太さとても信頼できる。さあ全展開してみましたね。右側の昔使ってたやつと比べるとね、はい、どれだけね、これがどれだけ太い三脚なのかっていうのがよくわかることでしょう。いやーすごいですね、太い。しかもね、同じカーボン三脚ではあるんですけども、やっぱりこれだけね、細い三脚だとね、結構細い三脚は結構こうやってすぐに動きやすいっていうデメリットがあるんですよ。ただこのね、でかい三脚であればね、ほーらね、重いもん乗っけても大丈夫だし、ちょっとやそっとじゃ動かないっていうねメリットがありますから、もう完璧よ。さあ、なかなかいい三脚じゃないですかね。これ結構ね重いんですけども、しっかりしてて BMPCC4K とオプションをいくらかつけて収録することもできる。まあもともとねカーボン三脚は持ってたっていうのはありますけども、もっといいカーボン三脚ってやっぱりね、仕事をすれば必要になってくるっていうのがよくわかるんですよ。これで次かな、10周年に向けて備えることができます。2020年10月4日ルミナスダイアリーシリーズに新キャラ登場。だから2020年のグリーンシーズンは準備の期間ということなわけね。だから遠征してる時もね、文豪缶詰プランのごとく、まあいろんなシーンでね、ホテルの部屋に缶詰になったりとかするかもしれませんが、いややめとこう、それはさすがにダメだ。ホテルレポをね、ちゃんとコンテンツになるからさ。